大松翔一は石川県金沢市出身の元プロ野球選手。左投げ左打で2005年から2016年まで NPB の千葉ロッテマリーンズ2017年2018年に東京ヤクルトスワローズへ所属していた。2020年シーズンからは東京ヤクルトスワローズに軍打撃コーチ。ロッテ時代の2011年8月6日。 QVC マリンフィールドにて3場所を3年から3、バクラブで投手として野球を始める。家族は父と2位。中学時は高尾体中陸上部に在籍しながら、シニアリーグ、金沢シニアに所属し、キャプテンでエースだった。高校に入りポジションが外野へ変更。肉体改造し、当時の石川屈指のスラッガーになった。金沢高等学校への進学後は、 一年次からレギュラーの座を確保したが、春夏とも阪神甲子園球場への全国大会に出場できなかった。東海大学への進学後は、首都大学野球のリーグ戦に通算88試合出場。打率288、10本塁打、56打点という成績を残すとともに、外野手としてベストナインに3回選ばれた。 4年時の2004年には、大学日本代表の首相へ抜擢されると、日米大学野球で MVP を獲得している。2004年のプロ野球ドラフト会議で、千葉ロッテマリーンズから50名で指名。契約金8000万円、年俸1200万円という条件で入団した。背番号は10。2005年、2軍で4番に定着。同じく新人の竹原直隆と共に2軍の、 会心劇に貢献した。二軍で打率、二百八十八十四本塁打、五十五打点と活躍し、阪神タイガースと行われたファーム日本選手権では逆転本塁打を放つなど、二軍の日本一に大きく貢献した。七月十二日に一軍初出場、十七日に初安打を記録。2 0 0年4月15日に1軍に昇格し、 対西部ライオンズ戦に一番右翼手で即先発出場すると7回に西口文也からプロ初本塁打となる逆転満塁本塁打を放った。また5月26日には二度目の4番出場でジェレミー・パウエルから決勝3段本塁打を放ちチーム屈指の巨人キラーと名を馳せた。打率は217と低かったが8本塁打、31。 打点と、非凡な長打力をアピールした。2軍では少ない試合数ながら打率、364を打った。2007年、能登半島地震が起こった際、石川県出身であることから100万円の義援金を送った。規定打席未満ながら、プロ入り初の1軍での打率3割を記録、5本類打長打率、437を記録した。二千八年、 主に小番打者として起用され、1軍で初めて規定打席に到達24本塁が91打点と大きく数字を伸ばした。特に満塁では 3HR を含む打率571と勝負強さを見せた。一方、打率は262と前年より数字を落とし、特に2ストライク後の打率が187と課題も残した。 また、この年は本拠地での試合に強いが、反面敵地での試合を苦手にしていた傾向があり、特に札幌ドームと京セラドームでは48打数5安打打率 1041HR と徹底的に抑え込まれていた。オールスターゲームに柴原用の欠場による補充選手として出場。第2戦では日本塁打を放つなど活躍し、ベストプレー賞を受賞した。 7月は、球団の日本人選手最多月間打点を記録し、初の月間 MVP を受賞した。2009年、序盤には4月終了時点で打率、093と打撃不振に陥ったが、徐々に復調し4番打者に定着。打率、26919本塁打79打点を上げた。6月11日の広島東洋カープ戦の6回、裏。 チームは国内最多記録となる1イニングに打者20人で15得点を挙げたが、この回だけで大松は3度打席に入った。1イニングで3度打席に入ったのはプロ野球史上初であり、この回先頭打者の福浦和也は、イニング途中で代走として堀光一と交代した関係で3打席を記録したのは大松和人だった。 三打数一安打二打点一得点でアウトを二つ取られている。もう一つのアウトは田中正彦の儀比だったため、この回における、新類、得点に絡まないボンダは、大松の二本のみであった。7月10日、対北海道日本ハームファイターズ戦で、チームが多電や数人に無安打に抑えられる中、九回にアウトからライト前にヒットを放ち、ノーヒットノーランを阻止した。二千十年、 マッチデープログラムが改められたマリーンスマガジンデコラム正一大松の秀逸な話を担当。前半は5番打者として一時は打率が3割を超えるなど活躍したものの後半戦で大きく調子を落とし7、8番に降格。年間を通して出場したものの最終的な打撃成績は前年より低くなった。 CS ファイナルステージで、杉内都也から3ランを放つなど活躍。日本シリーズでは1戦目に先発出場し、第1打席でタイムリーにル塁打を放ったものの、その際に、右太もも裏に軽い肉離れを起こし途中交代し、そのままで万なくシーズンを終えた。2011年、開幕戦は5番で、スタメン出場したが不審に陥り、開幕3戦目で8番に降格。 開幕4戦目では早くもスタメンを外れる。6月に若干調子を上げ4番での起用も増えるが7月に再び不審に陥り2軍落ち。その後は角中勝也やルーキーの石峰正代の対等もありなかなか1軍に上がれず終盤に1軍昇格したが最終的には打率。215本塁打に打点16と1軍定着後自己最低の成績に終わった。 なお、サブローの巨人一席後は、公認の選手会長に就任した。2012年、一類手種にコンバートされることとなり、春季キャンプにおいて、臨時守備コーチとして招かれた、駒田徳博から重点的に指導を受けた。開幕戦では7番一類手種として、先発起用された。シーズンを通して一軍登録を外れることはなかったが、打撃成績は、本類だ。打点こそ、 前年を上回るも打率は2割を切るなどシーズンを通して定調で9月19日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦に代打で出場した際にはファンからブーイングが起こった。また登録は外野手のままではあったが外野手での出場は全くなかった。2013年球団から正式に内野手として登録することを発表された。 開幕を一軍で迎えたものの不調で4月5日に抹消された。その後再び一軍登録されると、自身の誕生日である6月16日の中日ドラゴンズ戦の7回裏、5から5の西満塁の場面でタイムリーを放ちこれが決勝打となり、ヒーローインタビューでは顔面にクリームを塗られる、手洗い祝福も受けた。井口忠人の一類コンバート、 クレイグ・ブラゼルの加入などもあり、再びワイヤー種としての起用も増えたものの、終盤は、ジージー・サトウの好調もあり出番はなく、ルーキーイヤー以来となる本類打例に終わった。2014年、4月9日のオリックス・バファローズ戦で567日ぶりの本類打を放ち、一時は、腰痛の今江としや明に代わり4番に座った。しかし5月以降は調子を落とし、一塁は、 前年同様、井口が、左翼は新外国人のチャットハフマンが起用されるようになったこともあり、出場機会が限られ、打率は1割台に終わった。2015年、一軍出場は、ルーキーイヤーに次ぐ少なさである18試合に止まり、本塁打も例に終わった。シーズン中に、FA 権を獲得するが行使せず、640万円減の、推定2520万円でサインした。 2016年5月29日のイースタンリーグ大楽天戦での走塁中に右アキレス腱を断裂。全治まで6ヶ月を要するほどの重傷だったことから翌30日に幹部の手術を受けたためプロ入り後初めて一軍公式戦への出場機会がなかった。10月2日に球団から戦力外を通告。その際に二軍打撃コーチへの就任を打診されたが、 やり残したことがあるという理由で誇辞したため、事実上対談が決まった。12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ、右アキレス圏の回復に努めながら、ロッテ以外の球団での現役続行を目指すことを表明した。2017年1月には、東京ヤクルトスワローズが2月の春季二軍裏添えキャンプに、大松を招待する方針を明らかにした。 実践経験が豊富な左打ちの長距離打者が少ないというチーム事情を背景に右アキレス腱の状態が良好であることが数回に渡る編成担当者との面談で確認されたことによるもので入団テストを兼ねて2月14日から17日まで参加最終日の17日にテストへの合格が発表された2017年2月19日に ヤクルトへの入団契約で合意したことが、球団から発表された。背番号は66。1軍より先に開幕した、イースタンリーグ公式戦で、6試合の出場ながら、打率。526、日本塁が、8打点をマーク。3月31日には、横浜 DNA ベイスターズとの開幕戦7回裏に、代打で、自身596日振りの1。 軍公式戦出場を果たした。5月9日の対広島東洋ガープ戦では、同点の延長12回虫無,無双者の局面で代打に起用されると、中田連から一軍公式戦では、自身3年ぶり、セントラルリーグ公式戦では、初めての本塁打を放って、チームをさよなら勝利に導いた。以降の公式戦にも、主に左の代打として出場。その一方で、 切羽交流戦期間中には、指名打者制度を取る。さらに、7月26日の対中日ドラゴンズ戦では、10から10で迎えた延長10回裏に、シーズン2本目の大打サヨナラ本塁打を伊藤仁志樹から記録。7回表の終了時点で0から10の大差を、つけられていたチームを、最大10点差からの逆転サヨナラ勝利という。 NPB 一軍公式戦史上を4回目の開挙に導いた。2018年一軍公式戦での出場機会がないまま10月2日に戦力外通告を受けた。大松自身は通告後もロッテ時代のチームメイトだった今江俊明、石峰正大、中村翔吾や広島東洋カープの田中博介などが参加する自主トレーニングのリーダーを務めながら 現役続行を模索。NPB12 球団合同トライアウトへの参加こそ見送ったものの一時はアメリカの独立リーグやメキシカンリーグの球団と積極的に接触していた。2019年3月25日にベースボールチャレンジリーグの福井ミラクルエレファンツが大松の入団を発表した。背番号は九。二千十九年は左膝を負傷し九月三日に 手術。全治3ヶ月と診断された。9月8日に今季限りで現役を引退することを発表した。2020年シーズンより東京ヤクルトスワローズのに軍打撃コーチに就任。大松と同じ年に引退した畠山和弘も同年より同じコーチ職についている。大松のスイングロッテへの入団当初は同期入団の竹原直隆と共に、 成長株として期待された。当時の二軍監督で、後に二軍ヘッドコーチも務めた小賀秀彦は、福岡大英ホークスの二軍監督時代に大松と同じ左打者の松中信彦を育て上げた経験から、大松に対して松中になれる逸材との賛辞を寄せていた。外野の3つのポジションをすべて守るが、2007年以降は、ほとんどセンターは守っていない。 2006年には一軍公式戦に守備要員として起用されることもあった。2011年終盤より一塁手の練習を始め、2012年に本格的に一塁手に転向。同年5月4日の西武戦でランダウンプレーの際に一塁走者のエステバン、ヘルマンの背中に送球を当てるなど不慣れなミスもあった。ロッテ時代に枠井秀明。 西口文也や田中正宏を得意にしていたほど右投手に強い一方で和田武史などの左投手と対した時の打撃に課題を残している。2008年に24本塁打を放ってから3年連続2桁本塁打を記録するほどの長打力を持つが2011年以降は成績が下降。打席では中途半端なスイングも見られるようになっている。 2006年に一軍公式戦初本塁打を満塁で記録。2008年には1シーズンに3本の満塁本塁打を放ったほか、満塁で迎えた打席での通算打率が571にまで達した。2009年2011年にも一軍公式戦で1本ずつ満塁本塁打を記録したことや、飛距離が非常に長い打球で一時本塁打を量産したことなどを背景に、 ファンからは、万類男や世界遺産とも呼ばれている。ありがとうございます。